では、この先ほどの、ユークリッドの誤助法内容を受け継いでですね、ここからはそのセクション4.3で拡張ユークリッド誤助法を扱います。まず、そのどこが拡張かっていうことなんですね。実はこの拡張ユークリッドの誤助法というのは、計算機代数の分野では誰もが知っておくべき基礎知識なんですけれども、純粋数学だとあんまり知られていないみたいで、ある時ですね、あるところでこの拡張ユークリッドの誤助法の話をしたら、代数の先生に拡張ってどこが拡張なのっていうふうに聞かれたことがありまして、その時に説明したことがあります。で、どこが拡張かというと、例えば今ですね、整数間でのユークリッドの誤助法を考えましょう。A と B を整数として、で D をですね、A と B の GCD としたときに、ある整数 S と D が存在しまして、で D が SA かける TB という形で、こう与えられた S と B に何かをかけた形で、この GCD を表すことができるというのは、多分どこかで習ったことがあるかもしれませんし、あるいは自分で計算してみて、そうだなっていうことを知っている人もいるかもしれません。で、この事実はよく知られているんですけれども、この時にこの S と T をどのように計算するかっていうことですね。で、実はこの D と同じようにですね、規則的なアルゴリズムに従って計算できるというのが、この拡張ユークリッド誤助法の、要点ということになります。で、まず、最初にですね、もうさっさと、そのやり方を出してしまいますけれども、ここの定理は、これもテキストには多分載ってるかな、ちょっとの多分ちゃんと載ってなかったと思うので、この番号はついていません。The Extended Euclidean Algorithm ということで、 EEA という頭文字で表しておきます。で、ここでは A と B を整数としまして、A が B 以上で、どちらも非負の整数ということにします。で、剰余付きの序算ですね、先ほども使った剰余付きの序算に対して、ラムダ、0以上のラムダに対して、その R1 から R のラムダプラス1と、それから Q1 から Q ラムダっていうのを、先ほどのそのユークリッドの誤助法と同様に定めます。そして今回はそれに加えて、この S0 から S ラムダ1と、それから T0 から T ラムダプラス1ですね。書き忘れましたが、この S0 から S ラムダプラス1と T0 から T ラムダプラス1も全部整数です。この整数を次のように定めます。最初に、i が0の時ですね、S0 は 1、T0 は0。次に S1 は0、T1 は1。で、次が一般的なルールなんですけれども、S の R プラス1が S の i マイナス1マイナス SI かける QI。それから T の i プラス1は T の i マイナス1マイナス TI かける QI。これはその R の時と同じようにですね、R の時は R の i マイナス1を R の i で割って、で、小を QI、剰余を R の i プラス1としました。で、この時の R の時に使ったこの小を使って、S の i マイナス1から S の iqi を引いたものを S の i プラス1とすると。それから、T の i マイナス1から tiqi を引いたものを T の i プラス1とするというふうにして、この ri, si, ti の3つ組に対して、こういった形でそれぞれの組の、成分を計算しますよと。そういうルールだと思ってください。で、この時に、次が成り立つというのはこの定理です。まず、その i が0から、ラムダプラス1に対して、今定めた SI×A、それから TI×B の和が RI に等しくなります。で、特に、S ラムダ A プラス T ラムダ A が、A と B の GCD に等しくなるということで、その RI をですね、この A と B を使って何かの整数の積の和で表すことができるというのが、この定理の一つの特徴です。それからもう一つの主張は、
A が正ならば、Ri が0からラムダプラス1に対して、この Ti の大きさは A 以下、かつ Si の大きさは B 以下となります。さらに A が1より大きくて、かつ B が正ならば、この T ラムダというのは最後の要素ですね。T のラムダが2分の大きさが2分の A 以下、かつ S ラムダの大きさが2分の B 以下ということになります。で、その証明なんですけれども、まず2番の話は今回は省略します。この後の方の授業で少し触れる可能性もあります。今回はその1番のその性質だけ証明しておきます。これは帰納法を使うことで証明することができまして、まず i が0と1の時には、そのユークリッドの互助法で、定めたルールに従うので、明らかであることを後で確実に確かめておいてください。で、i が2からラムダプラス1の時なんですけれども、こちらにありますように、この ri というのは、ri マイナス2を ri マイナス1で割った乗与として表せますので、ri は ri マイナス1マイナス q の i マイナス1、r の i マイナス1と表すことができます。で、ここで、帰納法の仮定を使ってですね、ri マイナス2を s の i マイナス2かける a プラス c の i マイナス 2b で表すと。それから r の i マイナス1も帰納法の仮定を使って、s の i マイナス1倍の a かける t の i マイナス1倍の b として表すと。で、あとは、このですね、2行目の式をこうバーッと展開してですね、展開して今度は a と b についてまとめます。そうしますとちょうどうまい具合に、この a の係数っていうのは、この定義式から si に等しいとして表すことができると。それから b の係数ですね、ここの b にかかっている数も、この ti の定義式からこれ ti として表すことができるということで、この i の時もですね、この性質が成り立つということが示されます。まあ、これもちょっと皆さん後で各自復習しておいてください。で、まあ、これを定理を踏まえてですね、このアルゴリズムとしての EEA、拡張ユークリッド互助法のアルゴリズムを示します。入力は R の元 F と G でして、で、出力は、今度はその、D と S と T の組ですね。で、D は F と G の GCD。それから S と T は SF プラス TG イコール D を満たすような R の元ということで、を出力することにします。で、ステップ、各ステップの計算なんですけれども、まず最初のステップでは、R0 に F を代入して、R1 に T を G を代入するというのは先ほどのユークリッドの互助法と同じなんですが、ここで加わるのは、S0、S1 の値、それから T0、T1 の値の定義ですね。これは先ほど の定理の証明と同じように定義しております。あとは I に1を代入するというのはユークリッドの互助法と同じです。で、次の繰り返しのステップでは、この A の行ですね、この A の行は先ほどのユークリッドの互助法と同じですね。R の i マイナス1を R の y で割った小を qi、乗与を R の i プラス1にしましょうと。で、次に加わるステップは、この si プラス1と ti プラス1の定義ですね。これは si マイナス1、ti マイナス1から qi 倍の si や ti をそれぞれ引いたものをそれぞれ si プラス1、ti プラス1にしましょうという指示ですね。これが加わります。で、あと i を1つ増加させるというのが、ここの c の部分はユークリッドの互助法と同じです。で、まあ、この2行目のループは ri が0でない限り繰り返すんですけども、ri が0になりましたら、最終的にこの r の i マイナス1を d に代入し、それから s の i マイナス1を s に代入し、t の i マイナス1を t に代入して、d と s と t の組を介してアルゴリズムを終了するという流れになります。なかなかそうですね、一般的な記述だと分かりにくいかもしれないので、まずはこの例題で確かめるのがいいかと思います。一応、
今回こういう例題を挙げておきましたので、各自で確かめておいてください。この例題では、F を119として、G を35としたときの、この拡張ユークリッドの誤助法の動作を表しております。まず、アルゴリズムの最初のステップに従って、R0 ですね、R0 に F を代入して、R1 に G を代入しておきます。次のステップでは、R2S2T2 というのが、R0S0T0 から Q1×R1S1T1 の組の引いた値になるんですけれども、ここではその119を35で割り算しますので、小が3になりますね。その Q1 は3になります。で、こうやってこう各成分の引き算をしますと、R2S2T2 っていうのはそれぞれ14、1、-3となります。で、次に R3S3T3 は、R1S1T1 の組から Q2×R2S2T2 の組を引くんですけれども、ここの Q2 というのは R1 を R2 で割った時の小ですので、これは R1 が35、R2 が14ですから、35を14で割った時の小というのは、2ですね。ですね、Q2 は2になりますので、R3S3T3 は7-27という形になります。で、次のステップ、細かいところは今省略しますけど、次のステップを計算すると、R4 が0になって、ここで、アルゴリズムの繰り返しが終了するわけですね。R4 が0、S4 が5、T4 が -17 ということで、ここで計算が終了しますので、アルゴリズムの出力としては、R0 と R1 の GCD の7が出力されて、それから、S と T としては、S が -2、T が7が出力されるという形になります。まあ、とりあえず最初はこういった計算例で、アルゴリズムの流れを追っていくといいのではないかと思います。ここまでよろしいでしょうか。一応このテキストではこれ、例の 4.23 というところにテキストにも記載されておりますので、まあ、合わせて参考にしてください。はい。では、今回のまとめです。今回の授業では、可換換の基本的な定義の復習をしまして、で、ユークリッドの誤助法と、それから拡張ユークリッドの誤助法について説明をしました。で、次回、第8回ですけれども、拡張ユークリッドの誤助法の性質についていくつか述べまして、それから後半ではですね、拡張ユークリッドの誤助法の応用に触れたいと思います。まあ、これから何回かの授業、数回の授業でですね、この拡張ユークリッド の応用、誤助法の応用というのをいろいろ紹介していきますけれども、まあ、次回はその方逆弦の計算という内容を扱いたいと思います。テキストでは 4.7 節にありますので、まあ、必要な人は適宜予習をしてきてください。よろしいでしょうか。それでは今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。